下敦史です。先日ですね、渋谷の、ハチ公前でイベントみたいなのやってたんですよね。でそのイベントがあまりにこう大掛かりで、ちょっとなんか怖いなと思ってこう眺めてたんですよ。そしたらお巡りさん二人組に突然こう後ろから羽交い締めにされまして、君ちょっと交番まで来てくれって言われまして、何ですかって言ったら、君シャブやってるよねって言われまして、いややってませんよって言いましたところ、いやお巡りさんたち見ればすぐ分かるからすぐ交番へ行こうって言われるから、いや別にここでもいいですよって言ったら、いやそれは君のためにならないから交番行こうって言われまして、いいですよって言って交番行ったんです。今ならね、正直に言えばお巡りさんたちも悪いようにしないから本当のことを言おうって、やってるよねって言うから、いや、やってません。じゃあちょっとポケットのものをみんな出してみようか。うん、ポケットのもの出したら終わりだよって言うから、わかりましたって。ポケットのもの出したんです。たら、これなんだねって言うから、小銭です。うん、小銭だね。じゃあそっちのポケットのもの出してみようか。で出して、これなんだね、小銭ですね、小銭だね。でシャバどこにあるんだって言うから、いやですからないですって言ったら、ないねって言われまして、でもお前さんたちね、そういうの分かるんだよ、これから尿検査しようか、すぐ終わるからって言うから、ああ別にいいですけどって言ったら、尿検査したら反応出ちゃうよって言うから、いや出ないと思いますけどって言ったら、そもそもなんで僕がそういうふうに見えたんですかって言ったら、だって体格いいじゃんって言うから、いや体格いいとそのシャブやってるにつながるんですかって言ったら、っていうか君その見た感じと口調と、まあ喋り方とねだいぶ違うよねって言われまして、まあそうですね、なんであんなにこうプルプルってなってたのって言われたんで、いやまあ正直ね、どうでもいいようなイベントをね、あんなに面積を取ってやるようなイベントではないと思って、ちょっと見てて怖いなと思ったんですよねって言ったら、ああなるほどねって言われまして、でどうしましょうって言ったら、じゃあまあ小銭しまって、まあ、気をつけて帰ってねって言われまして、なんでしょうね、まあ一般的に見てね、こういうズボンとかね履いたり、まあ、妙にこう渋谷であんまり堂々と歩いてたりするとそういうふうに見えちゃうのか、お巡りさんにからかれたのかよくわかりませんが、いろいろねご心配してくださる方もいらっしゃいますが、まあ日本の警察の、がそういった違法な薬物をやっていないということを証明してくださったんで、ありがとうございます。
こんなヘラヘラしてますけどね、ちゃんと元気ですので、それでは、かっこいいギタリスト竹下敦でした。ではまた。